なんかねチェックインってやつを今したんだけどね、めっちゃスムーズだった。簡単にチケットとか取れんのね。あともうパスワード見せてチケット取って、あと行くだけだよ。簡単？でもね胃が痛い。出国審査なんだよ、国内線にはないよ。なんとか通過することができましたが、ここまで来るのにペットボトルが没収されました。国内線だったら没収されないのにな。搭乗口まで行くぜ。この飛行機に乗るのか、かっけえな。見てすげえの、これテレビついてる。あらまあ、なんだよこれ、全然わかんねえよ。だから あれここついた。消せない消せない、目立ってる今。あ、消えた。国外線怖いわ。機内食が来ました。これは何、これな、あったかい。ソウル寒いな。11度らしい。俺半袖だからね今日ね。いやーにしてもあれですね、ソウルっていうのは中国じゃなくて韓国なんですね。知らなかった。ほらもう分かりやすい、さすが国際的だね。やっぱなんかもう日本じゃないんですね。6番、あもう全然わかんねえ、もう全然読めない、日本語ねえのも。ここテンション上がってきた。このソウル空港はね Wi-Fi がね無料で接続できるんだよ。本日2機目、これがビビンバセットです。ご飯にビビンバの中身、すごい野菜が多いね。でわかめスープでしょ、で水で、この空の器が2つとキムチ、そしてコチちゃんチューブで、こう来るんだね。ちっちゃんみたいな、こっち出た。できました、韓国風ビビンバ。うまい。だけど俺のコチちゃんの量の3倍ぐらいみんな使ってる。俺が着いたのは香港国際空港、イエーイ。トラベラーズチェックにこうサインするときに俺の字が汚くって書き直させられて、じっくり見比べられた。まあよし、これで電車乗ろう。なんかスイカみたいなやつ買う。サブスクバラがあるよ。